後崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、何回もやってると思うんですけども、うん、フレーミングってなんだろうな話です。はい、そんなやりましたっけ、何回もフレーミングって。まあ、フレーミングのこととかちょこちょこやってると思うんだよね。うん、なんかこう会話の間にちょこちょこ出てきてるっていうね。そう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 、うん、っていうところで、はい、まあ、今年大きな話題になったのが、はい、まあ、日本シリーズだと思うんだよね、うん、はい、だからまあやっぱ巷でもネット界でもよく言われてるのが坂本のフレーミングがうまいっていうね、はい、だ俺も見てて思うよ、坂本のキャッチングめっちゃうまいっていうね、うん、って思うんだけど、はい、でもこのねフレーミングって何でやろうって言った時に、うん、俺の定義としてはストライクをしっかりストライクに取ってもらうのがフレーミングと。おー、ね、うん、ボールはボールなんだから、はい、ストライクをボールに見られないようにするために取ってもらうことが、うん、まあ、大事やと思ってるわけ、はい、あとはしっかり、まあね、しっかり取ってあげるっていうね、うんうん、そのミットが垂れたりしないで、うん、しっかり取ってあげるっていうところで、うんうん、ピッチャーにしっかりねまっすぐ伸びてるなとかね、うん、いい球来てるなっていうところを見せてあげるのも、うん、まあ、大事やなっていうところもね、はい、あるのがそのキャッチングの要素の中で大事やなと思ってるんだけども、際どいところストライクをしっかり取ってもらう、もしくはボール気味なのをストライクに取ってもらうっていうのをフレーミングやの定義やと思ってる人も多分いると思うよ。私結構そっちかと思ってました。まあでも、まあ、別に俺はそれ人それぞれの定義があるから、うん、別にそれを 100% 間違ってるとも思わないし、うんうん、それはそれでいいと思うんだけど、うん、それがフレーミングのもし定義なんだったら、はい、日本シリーズの坂本のフレーミングは下手くそになっちゃうね。ああ、だから、まあ、なかなかそういう際どいところをストライク取ってもらえなかった。結構ね、うん、ストライクゾーン狭かった、うん、だから俺はフレーミングって何なんやろうなってずっと思ってる。でもまあ可能性的に際どいところに行った時に、まあ、ストライクに見えるような、だから可能性を上げてるんじゃないかなみたいな私の中では印象です。でもそうなった時によ、うん、多分多くの人の意見で、はい、いや坂本悪くないと、審判が下手くそなだけやと、うん、っていう声も多分あると思うね。結構審判によってストライクゾーンの広さだったりとか、うん、なんかこう今日厳しいなとかありますもんね、うん、だから坂本のフレーミングが悪いわけじゃなくて、うん、審判が悪いんや、うん、審判が下手くそなだけや、うん、っていう一定数の答えもあると思うけども、はい、もうそう言い出したら何でもいいやんっていう、うん、まあまあそうですね。うまくいったらフレーミングのおかげ、うん、うまくいかなかったら審判がヘボっていうので片付けてたら、はい、もうそんなん何でもいいわけじゃん、うん、正直ね、はい、だから俺はそれを見ながら、ネットの声とか聞きながら、うん、自分はフレーミングってなんなんやろうなっていう。そうですね。え、佐藤さんは現役時代ちょっと際どいところも中にこうストライクだと見せようとして撮ってましたか。まあ、そういうのはあるよね。こうこう、だからボールの方が動くよね、ミットはね、はい、あとは若干外から取る方がボールに負けないから、うん、ミットが負けたりしないわけよ、うんうん、こっちちょっと勢い持って伝えるからね、はい、それによってしっかり止めれるっていうところの、うん、その速い球に負けないキャッチングっていうところもなるし、うん、多分ねフレーミングっていう言葉が出始めたのは2010年以降ぐらいからやと思うんだよ、うん、その多分モリーナがやりだしてからぐらいに俺は聞いてんだけども、はい、うん、そんなもうキャッチングとかは子供の時から当たり前にやってることだから、はい、フレーミングっていう言葉すらなかったわけよ、うん、日本ではね、うん、もうそれはもうキャッチングみたいな、うん、だからそれをなんかミットずらしみたいなことを言う人もいるんだけど、うん、はい、正直もうミットずらしもフレーミングも一緒やと思ってんのよ、うん、その小学校とかそういう頃から習ってるキャッチングはやっぱりちょっとこうなるんですか、うん、そう、それも普通だから、それが普通やと思ってみんな習っていてるから、それがまあうまくできるかうまくできないかの違いはあると思うよ、うん、はい、でやってきてるから、それをもしミットずらしって言うんだったら日本語がミットずらしで英語がもうフレーミングやろっていう、うんうん、もう同義語やろみたいな。そうですね。でもその違うっていう人もたまにいるんだよ、うん、でも何が違うんやろっていう。でもしそれがボール気味のやつをストライクをちゃんと見せるのがフレーミングって言うんだったら、はい、日本シリーズの坂本のフレーミングはダメになっちゃうじゃん。取ってくれてないからね、まあ、取ってくれそれが定義なんだったらね、うんうん、でもそれを審判が下手くそって言い出したら、うん、もうそんなの何でもいいやんってなるわけ、うん、で審判の人も、はい、ね、俺はもう何回も言ってるけどホームベースがここにあったら、うん、ここでキャッチングするとしても、はい、審判の判断はここじゃなくてここじゃんね、うん、そのベースを通ったところで判断するから、はい、理論上よ、はい、取る前にはもう判断し終わってんだよね。おってなった時にどんなに頑張ったって一緒ちゃうかって思うわけよ。だったら別にフレーミングをしなくてもしても変わんないわけですよ。でなるわけよね、うんうん、ってなった時にね、はい、でもそういうのをしっかりした方が、うん、投げてる方も垂れてると思わないから気分も上がるじゃん、うん、しっかり取って、そうですね、あとはしっかり負けないで取る方が次の動作に向けてもキャッチャーとしてはやりやすいっていう、うん、ところがあるから、しっかり投げた球に負けないように取るっていうところは、
大事だと思うんだけども、うん、審判の人はフレーミングによってね、理論上は、ね、影響するものでも何でもないわけ、うん、でもまあ多少のね影響力はあるんちゃうかっては俺は思うけども、うん、はい、これが仮によ、うん、今だったらメジャーでもコンピューター制御でストライクゾーンとか出てるよ、はい、うん、もう出だしたらフレーミングとかもいらんやん。でもあのデータって審判の方はさ、あのいちいち一球一球確認できないじゃないですか。できないけど、うん、それ終わった後に判定としてこの審判の整合性とか、うん、メジャーは審判の査定に入れられるらしい、はい、であとはなんかマイナーとかで試験的に導入されてるらしいんだけど、はい、マイナーか独立リーグかどっちか忘れだったけど、うん、だからその試合に何回かだけ、うん、今のは明らかに判定違うと思った場合、うん、なんかヘルメットをこうやって叩くと、はい、それをデジタルのやつを見返してくれるっていう、あ、リクエストみたいなになって、うん、それによって判定がストライクボールも変わるっていうのを、はい、1試合2回か3回か忘れちゃったけど、そのなんか数回だけ、うん、そのストライクボールの判定に対してリクエストっていうか向こうでチャレンジをね、うん、判断基準になるっていうルールもあるから、うん、ひょっとしたらマイナーで試験的にやってることはうまくいけばメジャーでも導入されるってなってくるから、うん、そしたらもういらなくなってくるわけよ、はい、ってなったらもうそのフレーミングはもう良しとする時代は終わってくるのかなっていう、だからそのフレーミングを何のためにやってんのかの大前提がボールをストライクにとかっていうのを大前提とするんだったらもう衰退していくよね。まあそうですね、だってもし電子制御にするんだったらそんなのどんなに小細工したところで何も1ミリも影響しない、とりあえず取って止めればいいですよね、うんうん、もし俺が審判だったら、うん、ミットめっちゃ動かしたらほぼボールって言いかねない。あ、だってストライクのど真ん中来てこうやって動かすやついないよ。うん、そうですね、ボールだからこうやってやるわけだろ、ますよ、ね、だから大きく動かすってことは、うん、ボールの可能性があるって思っちゃうじゃん、うん、その必然的には ねってなるから、うん、フレーミングって何なんやろなっていう、うん、そうですね。なんか私谷志さんと一緒になった時に、うん、なんか言っててほーっと思ったんですけど、谷さんも絶対動かさない、いわゆる見た目っていうのを特徴にしてるっておっしゃってて、うん、でそれは審判との信頼性を築くためっていうのが一つあるみたいな話をしてたんですよね、うん、ボールの時はもう完全にボールの位置で立つ、うん、でだった時に本当に際どいところに来た時に、うん、じゃあ信頼できるから谷志があのストライクっていうんだったらストライクだろうって思ってもらえるっていう話をしてた時に、確かにだったらフレーミングってこうやってわざとボールをこうやってやらなくても、うん、そうやってやってた方がなんか信頼関係築けそうだなみたいな。だから何のためにやってんだろうなっていう。で谷繁さんも俺も出た2006年の WBC の時は、うん、ミット動かしたら審判への侮辱行為って言われてた。へー、だから審判を欺こうとしてる、騙そうとしてるっていう。へー、だからその時もう日本人は全員動かすのが当たり前になってるから、はい、その動かさないと取ったことないから取るのもめっちゃ難しかったわけよ。あ、でも難しいんですね、だ、うん、癖だからもうそれが。そうですよ、ちっちゃい頃からの癖ですもんね、うん、そうそうそう、こうやって取るのが。でもそれを動かしたらストライクもボールって言われちゃうぞぐらいのって言われてたわけよ、うん、それがまあね審判の侮辱行為がどこから変わったんやろうなって俺は思うけども、はい、今はそういう時代じゃなくなってきてるわけだ。今なんかそのフレーミングっていうのがなんかね、うん、一般的になりましたもんね。でもう一つの理屈として、はい、審判に見やすいようにするのがフレーミングみたいっていう人もいるわけよ、はい、それだったら、うん、俺で言うとね、うん、俺は現役時代、うん、ほぼ大多数の審判の人から、うん、佐藤のキャッチングは見やすいから判断しやすいわって言われてたと。へーってなったら、はい、あ、俺現役時代じゃあフレーミングめっちゃうまかったやなと思うわけ、はい、だって審判から見やすくするのがって言うんだったら、うん、それは自分よがりじゃダメじゃん、うん、いやほら俺審判から見やすいキャッチングやろうって、うん、それは審判の人が言ってくれないと、はい、自分から俺見やすいやろうって思ってたってそんな1ミリも意味ないじゃん。どう見やすかったんですかね。いや分かんないよ、分かんないけど、うん、俺は佐藤のキャッチングめっちゃ見やすいわって現役の時に多くの審判の人から言われたから、はい、だから俺は自分じゃ分かんないよ、うん、でもあこれが見やすいんやと思ってるから、はい、そのまま変える必要ないじゃん、うん、だからそのままずっとやってたけど、え、なんで、でもこのフレーミングがじゃ見やすくするっていうのならば何、うん、でこう動かすのが見やすいんですか。動かさない方が見やすくないですか。位置だから分かんない。だからフレーミングを何のためにやってんだろうね、うん、そんな大げさにね、うん、なんか分かんなくなりました、うん、だからそれをなんかよく分かんないよね、うん、何でやってんだろう、そもそも何なんみたいなっていうのが、もしかしたらキャッチャー一人一人もうただの癖でやってるのか、うん、フレーミングと思ってやってるのか。でもあのソフトバンクとかはさ、はい、そのなんかさフレーミングコーチみたいじゃないけどさ、なんかキャンプにさ、招集してそれの練習してるわけじゃん。フレーミングコーチいるんですか。いるらしいんだよ。へぇーってなった時に、うん、だからもう詳しい人コメント欲しいよね。
そう、何のためにやってんですかっていう。そうですね、うん、なんかメリット、デメリット、何のためにやってるかっていうなんか持論がある方、よかったらね、それを今回 ね、なかなかと喋ってきた中で、はい、ボールをストライクにとか、ストライクを、際どいところをストライクに見せるんだったら、日本シリーズの坂本のフレーミングは下手くそになっちゃいますけど、その定義でいいですかっていうのと、あとは見やすくするんだったら、あ、じゃあ俺見やすいって言われてたから、じゃあ俺フレーミングよくできてたんだなって思うんだけど、だそういったものも含めてね、まあ、さらに勉強したいなっていうところと、なんなんやろうなっていうね、ちょっとフレーミングの利点がよくわかんないですね。そこまでしてそんなこんなまで上げて、こんなこれぐらいいかなきゃいけない、これぐらいいかなきゃいけない、いやもうこれぐらいでいいやんっていう、これぐらいで、ミッド1個分ぐらいで、これぐらいいってるからね。そんな言ってます？いや、言ってるよな全然そんな言ってます、だそこまでやらなきゃいけない理由は何なんやろなっていうのを知りたいで、こんなぐらい来るからね、こんなぐらい行くから、普通の理論で言ったら取る前に決まってるわけですからね、だからそこまでやんなきゃいけない理由って何なんやろなっていうのは、まあ聞きたいし、まあそういうのがね好きな方、あとはまあこれをねなかなか聞いてきて、異論反論ある方もいらっしゃるでしょう、皆さんの意見をぜひね、コメント欄でお待ちしてます、はい。